ああ、髪の毛なくなっちゃったよ。こんにちは、さとひろです。本当に皆様のおかげで登録者が500人を突破しました。一回やっちゃったからやめようかなと思ってたんだけど、やってほしいですっていうコメントもあったし、新しく僕のことを登録してくれたリスナーさんとのね、交流にもなるので、やります。質問コーナーです。スパンが短いかもしれないんだけど。スパンが短いかもしれないんだけど、最初500人突破したらやるっていうのが目標だったんで、500人突破したので、質問コーナーもう早第2弾ですがやりたいと思います。朝見た時は576人だったのかな、だったからね。一人増えてる。今回質問の募集は YouTube のコメント欄のみにさせていただきたいと思います。なんか前回 Twitter でやったんだけど、 Twitter だとね、あのハッシュタグつけて検索してもあんまりうまく出てこなかったりしたんで、今回はちゃんと見れるこのコメント欄だけにしたいと思います。前回はね、割とね、真面目な質問が多かった気がするんだよね。好きな食べ物は何ですかみたいな、そういう質問はなかったんだけど、好きな食べ物は何ですかみたいな、そういう感じのガチの質問が多かったので、今回はちょっと攻めた質問とかよろしくお願いします。あ、だけど僕に関しての質問でお願いします。日向の質問は答えないつもりでいるので、それだけは書かないようにしてください。まあこんな感じかな。まあこういうね、ちょっと手短な動画なんだけども、このまま順調にね、登録者が伸びていって1000人を超えたらイベントもできたらいいなと思ってますので、ぜひぜひ皆様質問お待ちしております。ほいじゃあのー。